野村ギター紹介ということで始まりました。今日もですね、ロリーさんをお迎えしましてですね、いろんな話を聞きたいと。今日どんな話を聞きたい？今日は、はい、もっとあのこうギター話っていうか、どんなギターを使ってきたのか、そういうギターの話ね、はい、そうだ、ちょっと人生観についてちょっと前回は聞きすぎたんで、はい、今日はちょっと ギターの話をなんかどっちかっていうと掘り下げて聞けたらいいななんて思っております。後ろ向いて弾いてませんでした？あれはね、はい、僕は子供の時からやってる、うん、笑うギター、笑うギターっていう奏法なのね。僕もそれは未だに謎なの。もう十何年謎なの。まあよくこうよくやるギターで、うん、あの昔あのビジーフォーがやってた、うん、元冬木さんがね、はい、あの列車の音で。あるよね、こういう技いっぱい持ってるみたいな。あるよ、そう。まあだから、まあ、オーソドックスなとこだと、こういう。そういうのとか、たくあんとかね、いろいろやってたね。もう最近全然、たくあんコリコリ。みたいなのね。あとね、何があったかな。あ、もう、大事なのは。こういう。もういい。牛ね。まあ、いろんなのがある。こういういろいろ特殊奏法あるよね、うんうん、だけど僕が子供の時に、うん、あるアマチュアコンテストで、はい、あるギタリストが、うん、テッド・ニュージェントのキャット・スクラッチ・フィーバー、うん、声だったんだけど、ギターソロになった途端にギタリストは後ろを向いて、うん、しかも手はこう上がってるんですね。うん、ってやってた笑ってる。やってたの。なんだこれと思って。それで。いやまあでもなんか普通なんかここでこうカリカリやるとかね。ね、カリカリやってる。うん、でも片手は上がってて片手だけであの音が。うん、ですっごく悩んで、ついに発見したのよね。うん、その秘密を。秘密を、うん、それでそれから有頂天になってずっともう30年ぐらい。僕が初めて見た時に笑うギターをやっぱり後ろ向きでテレビでやってたの。ね、それでどうやって弾いてるんだろうって思って、で別にその後に多分その後にローリーと知り合ってるのね。で聞けばいいんだけど聞くのもなんか悔しいわけよ。うん、でも笑うギターの話をするとやってくれるわけよ。ローリーはこれですねってこうやってこっち向きでやるわけ、ね、やるわけ、うん、でもその時にツッコンと悔しいなみたいな思うわけ。なんで俺のギターは笑わないんだろう。, 笑いますよ。これまあ笑える感じで同じフレーズをオクターブで弾くっていうのが結構面白いですよ。なんか例えば、うん、
あ、そうね、それね、かっこいいよ。全それかっこいい。面白くない、全然面白くなかった。かっこいい。面白いのはやっぱさ、うん、基本的にはさ、なんかオクターブものでいうと2オクターブ、それものすごい今感動した。あ、マジ？まず手の動きが、うん、美しい。あ、マジカルですか。うん、あの、うん、すごく良くない？いや、すごい手の動きが、カニみたいな、うん、しかもその、そこで奏でるサウンドは、うん、まさに何トルコにトルコのジミヘンと呼ばれるケビン・なんとかっていうギタリストがいるんですが、うん、その人のサウンドとそっくりだ。マジ？あ、聞いたことない。トルコのジミヘンのそのケビン・なんとかは、うん、もう最高のギタリスト、うん、そういう音階なんだ、しかも、うん、じゃあタラントランケーなんだり、うん、それそれそれちょっとね、いい気になるからやめて。もう俺がいい気、俺はケビンだになっちゃうからあいつはすごいね、全く知られてないけど、それは面白いというよりむしろ尊敬する。これは面白い方だ、どっちか。でも地味、うんうん、派手なのはやっぱあのさ、もう最近はちょこちょこまたやってて、もうやめようかなと思ってることがあってみたいなね、そういうのもうやめようっていう。これは何かというと、最初僕が知ったのは実は山本恭嗣さんがこういうことやってて、でそれをちょっと自分で作ってアレンジしてってこういう形になったんだけど、でも僕野村芳雄さんので初めて知りました。マジ？寺内ヘンドリックスで、ああ昔からやってるわけですよだけど、なんだっけこれ、ああスティーブ・バイのこれ、あ違う、スティーブ・バイじゃなくて、あマイケル、はい、マイケル、なん、うん、アンジェロ、なんか、あマイケル・アンジェロだっけ、はい、マイケル・アンジェロかなんかの映像があって見たら同じことやってたのよ。両手で、片手で、だけどちょっと違うのはもっと派手だったからもうやめようと思って。すごいの、あのね弾いてない、たまに弾いてない、手がどっか行ってんのこれたまにどっか行ってんの、うん、だからでここも早弾きてきちゃうの、あの人、いい、ね、駆け上がりができてるよねできてないからそれを見て、うん、ああいう風に見えるんだと思ってやめたの逆に言うともう真面目に弾こうと。あ、世界にはもう、うん、もっと変なギタリストとかいっぱいいると思います。いっぱいいるよね、うん、変なって言うんじゃないけど特殊な奏法をする、例えば こうやって弾く男とかね、うん、いるわけじゃないですか、ジェフ・ヒーリーっていう盲目のギタリストなんかもうこのままもう、うん、見てなんか彼の偉いのはなんとなくできるとこねできちゃうとこね、それができないな。そんなことないって絶対絶対嘘だって。いや本当本当、じゃあ反対はこういうのは、こういうのやらなかった。これはもう松崎しげるおよび甲斐義博双方ね、そう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 、これはこれのあれ何言ったや、あの松崎しげる双方って。松崎さんは左利きなんだけど、要するにあの例えばセッション飛び入りすることはたくさんあって、その時にどこの店でもギタリストはみんな右利きだと。で右利き用のギターでこうやってで弾けなきゃギターでセッションできないから、両こっちのこっちの左利きだからさ、右用の弦で弾けるようにしてるらしいのね。だから逆に言うと、っていうことはひょっとしたら左手でも普通に弾くことができるんだ。左、いやいや、だからこの状態でしか弾けないんだよ。ああ、それがメイン。そうだから、じゃあこうやった時にはきっとえみたいな。面白いですよね。だからあの人、甲斐さんは両方弾けるんだよね。怖っ。
いやでも日本のギタリストもまだまだすごい人いますよ、うんうん、僕は日本人で最もすごいなと思うのは石間秀樹ですね、はい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 、さっき言ったフラワートラベリーマンドの素晴らしい。まあ、そのメイクアップが一番有名なんだけど、うん、悟りっていうアルバムに入ってる、はいはいはい、悟りパート1からパート5までのギタープレイは全く聞いたことがないね他では。あ独特、うん、それはやっぱだからそれが今まで言ってきているオリジナルなんだよね、うん、その欲しいもの、うん、ローリーが絶対に欲しいもの、あとデビューした当時のバウアウの、うん、ファーストアルバムの山本恭司さんのプレイがすごく好きでね、うん、これはちょっとアルビン・リーっぽくてかっこいい。ホイロバウアウ、はあね、あのアルバムトラックで回ってる頃の、そうね、でっかいトラックで後ろがさステージになってて、どこでも俺たちはライブができるんだギーンって吐くと、うん、バウアウが出てくるわけよ。そういう時代でね、いいギタリスト小川銀次、クロスウィンドウだっけ、クロスウィンドウ、ね、クロスウィンドウね、 RC サクセションにもしばらくいたの、うん、あの人のプレーはすごい。でも今クロスウィンドウ聞くとちょっとだけチューニング高いんだよね。あ、そう、うん、ちょっとだけ高い、確か。だからそういうのが言ってる自分がもう嫌なわけ。あ、ギターのチューニングが、そう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 、あ、そう、うん、いやまあそれ以外にも、うん、そうね、上田正樹&有山淳二のぼちぼち行こうかってアルバムとか、うん、こういうキャラが違う、急に変わっちゃうからそれ、はい、このギャロップみたいなとか、うん、だからいろいろ勉強になりましたね、日本の僕ギタ日本のギタリストもすごい好き。いや日本のギタリストすごいと思う、本当に素晴らしいギタリストたくさんいるしね。でも本当にエレキギターを世界で一番初めに作ったのは寺内武さんだと言われているね。言われてるね、うん、家がやっぱ電気屋で電話の受話器の中をバラしてピックアップをつけたっていうのが最初だって言われてる。あの人のプレーは最高、すごいよね、大好き、本当にすごい、うん、それはちょっと僕も認める。寺内武さんが軍艦マーチを演奏してるバージョンがあって、うんうん、そのギターの音の太さたるや、もうあのねモズライトって本当に音太いん、こんなだからハンバッカーがついてるギターなんかに比べたらあのシングルの音、うん、太すぎて使えないっていうぐらい太い時がある。あれ弦が 1,3 ぐらいは張ってるのかなと思ってたんだけど、細い弦張ってる確からしいよね。そうそう、で寺内さんは例えば弦を昔ね若い時に張り替えた時にこうやって張り替える時にこうやって鳴らしながらじゃなくてただ弦を巻く、うん、弦を巻いてってで6弦も張ったし5弦も張ったしこっちチーンって鳴らさないでで張り終わった時点でちゃんとできてるチューニングが合ってることがあった3回人生であったって。俺は聴力でチューニングが分かるんだみたいな。あの人も逸話いっぱい残してますからね。こんな話聞いたことあるけどね、寺内さんじゃないんだけど、うん、それこれをできてなんかいいんでしょうかって思うことがある、はい、あったんだけどあるギタリストは、はい、嘘だと思うんだけどチューニングした時にちゃんとペグが全て真正面に向くってない見たことないそんなことはのを自慢にしてたやつがいたのよ高校生の時に。 ありえないよ、嘘だよね、嘘嘘嘘何の意味があるのって思ったけどね。ちなみに今日僕が使ってるのはこれフェルナンデスバーニーですね、バーニーは、はい、でも市販品多分6万円のやつだと思うんですけど、僕一応ポリシーじゃないんですけどワンステージ1本が基本なんですよ、うん、1本で通す、うん、おーおー、これ結構野村さんは結構変えるじゃない、変えます、うん、あのね、うん、自分がその時求めてる、うん、最高のギターサウンドっていうのは、うん、まあ基本的にはディストーションサウンドですよね、うんうん、一種類なんですよ音がね、あこの欲しい音が一種類っていうこと、うん、だからギターを変えるとちょっと変わってくるじゃない、うん、変わる変わってくるとそれに気を取られて、うん、なんかおろそかになってしまうのね。あじゃあ違うギター自体はでもギターはねいっぱい持ってますよ、うん、やっぱり何本ぐらい持ってるんですか、こういう、うん、およそでも分かんないよね、でも分かんないね、
もう分かんなくなっちゃってるよね。分かんない、数えられない。でもなんとなく20本ぐらいかな。20本だったら数えようよ。20本なら数えようよ。そうよね、うん、形は、形はね、うん、意外とオーソドックスなのが好きですけどね。例えばレスポール、ストラトキャスター。でも一通り全部やっぱり持ってるね。あ、いろんな形ね。フライング V にエクスプローラーに、うんうん、V、エクスプローラー、うん、ファイヤーバード、SG、うんうん、メロディーメーカー、うん、あ、大体 そんな感じ。お、うん、でもやっぱそういう変形ギター V とか、うん、そういうのはすっごいやっぱ似合う感じがするしね。だフェンダーちょっと弱いですね、僕やっぱりね。野村さんはフェンダーマニアだけど。フェンダー好きですよ、うんうん、だ自分がやってる音楽には、うん、そんなにずっとメインで使えないんで、あ、フェンダーは、うん、でもまあストラトは好きですね、うん、あ、そっかそっか。メーカー的なものは、じゃあフェンダー的なものはちょっと辛いかなぐらいな感じ。いやでもフェンダーも、うん、フェンダーギターは、うん、他のギターのメーカーに比べてフェンダーギターが弾かせるフレーズっていうのがあるね。なぜならカントリー出身だからですよ、きっと。カントリー用ギター、うんうん、フェンダーのギターは あまりこうむせび泣くようなウーマントーンとか悲しいイメージじゃなくて、やっぱりカラッとしたこうなんかイメージとしては、いやーそうだね、っていう感じよね。あ、そうだね、絶対あるかもしれない。もしくはなんかこう、あの人のおかげで、それ地味編がやっぱそういう風にしちゃったからかもしれないけど、なんかやっぱフェンダー持っちゃうとやっぱりなっちゃうわけ。うん、分かるな、うん、しかしこのコードの名前に、このコードに地味編コード名前がついてしまったっていうのはすごいよね。それはすごい、うん、ね、本当はシャープナイス。あ、シャープナイス。いいの、いいの、シャープナイス。これも通称地味変コード、ね。地味変コードっていう。うん。うん、うん、そう。だそれは例えば今見てる人に簡単に説明すると、レコーディングで、うん、ね、レコーディングで、あそこのコードなんだけどさ、地味変コードにしてくれるっていうのは普通に頻繁に飛び交うわけ。こ、会話の中で。だからそれまで。で弾いてたのが、それそれみたいな、そういうことになるわけですよ。散々今までいろんなことを言ってきたんですけど、はい、うん、そういう私の音楽の集大成っていうか、はい、10年前に解散したスカンチっていうロックグループがね、はい、10年ぶりに再結成して、うん、3月10日と17日に、ライブをやるんですよ。お、すごい、どこで。大阪はビッグキャット、3月10日、はい、17日が大阪、渋谷アックスですね。これはあの往年のヒットナンバープラス、うん、新曲、新曲もある、4曲レコーディングするんですよ。すげえすげえ、うん、ぜひ。それスカンチはなぜ復活の、なぜ復活か、復活に前からこう、うん、ドラムの小畑ポンプ君からはこう振られていたんですけど、はい、去年、うん、デビュー15周年を記念してデビューした日に出ていたエッグマンに同じ日に出たんですけど、その時に2曲だけやったんですね、うんうん、で割と良かったのよ、うん、で本格的にやろうかっていうことになって、いい話だな、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。いらしていただきたいということでして、お後がよろしい、本日のゲストはですね、素敵なギターに対する素敵ないつも思いをぶつけているですね、ロリさんでございました。ありがとうございました。弾かないって言う。社長、また。はい。はい、ロリに書いてもらって。はい、ねえ。素晴らしい。どう、ここはどん、今日、今日はここに、今、ロリがね、入れてくれたんですけども、どん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 このギターが、いろんな、うん、ギタリストがこのギターを通り過ぎていくっていう感じ、いい感じにこう跳ね上がったんじゃないかということだし、はい、最終的にどうなるのか、これも楽しみでしょうがありません。また次回もお楽しみに。お着みなさい。